もつこれは知り合いのワイ君と先日飲んでいた時に聞いた怖い話です。ワイ君は実家が農家で秋までは農家の仕事。冬場は作業ができないので某宅急便や他の会社でアルバイトをして一生懸命働いています。彼とは年に数回飲む機会があり、 いろいろ話をしました。その中で、昨年の秋に、Y 君は野球好きの友達に誘われ、カープの試合を見に行かないか、と誘われたそうです。収穫時期も終わり、親からも許可が降りて、友達の M 君と一緒に、中国地方の旅行を兼ね、試合を見に行ったそうです。広島県で試合を見て泊まり、近隣の県を、 車で回ったそうです。鳥取砂丘に行き、その後に島根県に入りました。いろんな場所に行き、国道9号を走っていると、読ミへの入り口と書かれた看板があったそうです。お、なんだ面白そうじゃん。話のネタに行ってみるか。と、M 君は行ってきました。Y 君は内心。 行きたくないなと思ってました。ですが、運転手の M 君に悪い気がして、仕方なく OK したそうです。しばらく車を走らせると、四本平坂という場所に到着しました。時刻は15時くらいだったそうです。天気も晴れていましたが、到着した時に異変を感じました。秋とはいえ、 結構暑かったのですが、着いた途端に急激に寒気を覚えたそうです。車から降りようと言われて降りました。ですが、少し息苦しく、肩や背中にやけに重さがありだるかったそうです。そこには大きな石の柱や鳥居がありました。人もおらず、なんとなく重いというか、 不気味な雰囲気を Y くんは覚えたそうです。M くんは能天気に、こんな場所あるんだ。静かでいいね。と、わけのわからないことを言っていました。M くんは自分のスマホを Y くんに渡して、記念に撮影して、と言います。Y くんは早く去りたいために、素早くそれを受け取り、 石中をバックに撮影しようとスマホを覗き込みました。すると、後ろの石中の森のあたりに、なんだか白くぼわっとしたものが映りました。最初は煙みたいな感じでしたが、人の顔のような輪郭でした。Y 君はそれを見て、胸のあたりが気持ち悪くなりました。どうしたの早く撮ってよ。 と、M 君に催促され、撮影しました。撮影が終わり、Y 君はまっすぐ車に戻りました。やがて M 君も戻ってきて、車に乗り、止まる兵庫県に向かいました。しかし、30分くらい経った頃、M 君がコンビニで車を止めました。腹が痛い。車、代わりに運転してくれ。M 君の額からは、 油汗が流れ、彼は苦しそうにしていました。Y 君は運転をかわり、ナビで近くに病院があるのを見つけ、そこまで行きました。検査の結果、特に異常はなく、一応薬をもらいました。飲んでしばらくすると、M 君はだいぶ良くなりました。Y 君は温泉施設まで車を走らせ、 予定より遅く、目的地に到着しました。それからお風呂に入り、食事をし、二人は何事もなく、部屋に戻り、寝ようとしました。すると、スマホをずっと見ていた M 君が、青ざめた表情で Y 君のところに来ました。な、なあ、これ、お前が取ってくれたやつだよな。 スマホの画面を見せます。確認すると確かに Y くんが撮影したものでした。ただ、写真には変わったものが映っていたのです。石柱の後ろの森に Y くんが人の顔のように見えた煙が鮮明に映っていました。それは人が笑っているような表情のもの。それと、 石中の脇から青白い手がニョキッと生えていました。撮影した時に Y 君と M 君以外誰もいませんでした。Y 君はゾッとして布団をかぶりすぐに寝たそうです。その後は帰るまで特に何事もなかったそうです。でも Y 君は二度とあそこには行きたくないんです。 本当に体が重くて気持ち悪かったんですよ。不気味な感じで怖かったです。と、お酒を飲みながら真顔で話していました。